はい、どうもごめんですね。今回ですね、爆絶アバロン。昨日爆絶アバロンに、最近ね、まあ割と最近ですね、ちょっと時間経ちましたが、重心化しました、信長 X ですね。こちらの艦隊ですね。ワクワクの身の方がね、ある程度完成したので、この艦隊でね、挑んでいきたいと思います。で、最初にね、述べておきますけども、左の方でね、動画上コメントでも残しておきますが、道中ね、家族の笑い声とか喋り声が結構入ってくるんですけど、心霊現象とかではないので安心してください。ただ、多少ね、耳障りかもしれないんで、もしね、気になる方いらっしゃったら、まあ、おとなしでね、見ていただくとかしてもらえたらと思います。それをね、最初にお断りとしてお伝えしておきます。で、バトル1なんですけど、まあ、とりあえずね、こう、上に抜けててるか、大丈夫かなと。一手目だけちゃんとハマっといて、あとはしっかり上に抜けといたら、まあ、横勘で、普通にやっていけるかなと、いう感じですね。で、まあ、問題は、バトル2なんですよね、バトル2。普通にね、ちゃんとね、ワープ持ってるキャラで行ったとしても、バトル2に関しては、全然ぐだる可能性があるので、とにかく初手だけは外せない。まあ確実にね、決めていきたいっていうとこなんですけど、まあよくわからん動きをしてね。まあまあ上が多分一番めんどくさいんで、上先やれてよかったかなっていうのはあるんですけど、はい。で、まあ順番にあとはやっていきます。まあ結局ね、ワープーンに左右されるところはどうしても出てくるんですけど、まあ左右されるとしても、ワープ自体がランダムワープではないので、数多いんでね、狙っていくの難しいですけど、まあ、少しでもね、可能性が高い、倒しきれる確率が少しでもあるような角度っていうので、まあ、打っていけたらいいかなというところです。まあ、結局こうやってね、弾き出されちゃうんですけど、難しいですよね。で、この辺からかなりぐだるので、まだね、左側の方に、バトル3の開始時刻を書いておきますので、バトル2ね、ぐだってんの見るのだるよという方はそちらまで飛んでいただけたらなと思います。もうこの辺はね、ワープ運が、ま、いいのか悪いのかと、いうような状況はね、続いていくんですけども、とりあえず、ま、気を見て、やっていくしかないと。最悪もね、SS 溜まるまで、待って、溜まってから打って抜けるとかでも全然いいんじゃないかな、という感じで、この辺でも思い始めてるので、まあ、うまいこと削りながら、倒していけたらもちろんいいですし、倒せなかった人もね、まあ、SS が溜まるように、必ずね、白爆を食らわないように、気をつけて、どっちかを常に倒すというか、でかい数字がゼロになる前に倒していく、という感じでいければ、まあ、とりあえず、負けることはないかな、というところなので、まあ、その辺を意識して、あとは SS が溜まるのを待っていったっていう感じですね。1回目が16ターンで溜まるっていうのが非常に優秀なので、まあ、とにかく溜まるのを待って、溜まったら、あとはね、配置とか、タイミングを見計らって、まあ、別に2段が溜まらなくても、打ってもいいかなと、いう印象なんですけど、まあまあ、別にね、SS 自体は、溜めることに、越したことはないので、他のね、3体、まあ、1体撃つとしても他の3体の SS をフルで溜めとく、2段階溜めとくっていうのも全然ね、手やとは思いますので、まあ、1段階で撃ってもいいですし、全2段階溜め切ってもいいですし、とかやと思います。で、まあ、うまいこといけばね、全然 SS 撃たずに突破できる時もあると思うんですけど、まあ、僕の場合撃たざるを得なかったですね。で、ここはね、待たせてよかったですね、普通に。待たせてよかったです。ちょっと角度つけましたけど、待たせてよかったですね。で、またぐだるという感じで、もうほんまにね、ぐだってしまうんで、まあその辺はね、やっちまったなという感じなんですけど、さすがにね、もう一本打ちたくないので、なんとかね、打たずにこう倒していけたらいいなっていうところで、ワープーン良かったので、無事にバトル2を突破できました。もう SS 打った意味とはっていう感じなんですけど、まあまあまあ。いいでしょうと。で、とりあえずね、1手目を必ず、外さないようにしていきたい。それはまあもう全バトル共通ですね。
必ず雑魚処理できるときには雑魚処理をしっかりしていくと。で、ここでね、ちょっと迷ったんですけど、上入りに行こうとして、まあ、案の定入れる。が、その後ワープンが良くて、ギャラクシーをね、倒すことができたので、まあ良かったかなという感じですね。で、まあ SS が、まあ2段階溜まってるので、ある程度、コラ見計らって SS はまあ撃っていってもいいのかなという感じはあります。でないと、多分、ドナテッドのアビロとかが来ちゃうと、結構状況的にきついかなっていうのがあるのと、ギャラクシーも結構まずい状況なので、まあこれ雑魚処理用に撃っていきます。で、レギオンに関しては、まあ最悪もう一本撃つまであるかなと思ったんですけど、まあ、割とね、配置がよく下にね、2体、止まってくれたので、まあ撃たなくてもいけるかなという感じですが、弱点位置なんですよね、結局。弱点がね、右にいると無理だと。で、左に来てくれとしちゃいけろと思ったところでのミス。辛いですね。で、そのままね、弱点が左にいてくれてよかったんですけど、弱点が右に移動してしまって、まあでもね、十分倒しきれるぐらい火力が出ますよという感じですね。で、バトル4、中ボス戦ですね、こっから。まあ下に2体、上に2体なので、悪くはないですね。で、SS もまあ2本残ってるんで、とりあえず1セット必ず初手で破壊しておいて、あとはまあ右のね、ギャラクシーの爆発前に、ボスをやりきるか、ギャラクシーをなんとかやりきる。で、やっぱり友情が、ね、特にユークリが出た場合、かなり強いので、まあ、弱点に友情、特に水の方のエンサーが当たるタイミングで、いい位置にね、ノブクスがいる状態で友情を出せたらもちろんそれが一番いいダメージソースになるとは思うんですけど、まあ必ずしもそううまくいくとは限らないので、まあもちろんね、多少弱点とか、まあそれは直殴りする分とかでも、もちろん関係あるんですけど、まあその辺も関係はしてくるかなという感じで、この辺もね、まあ友情当て狙いで、言っていっております。まあとにかくね、ゆっくりが出た時の友情がほんまに強いんで、じゃないとそんなにめっちゃ強くはないんですけど、まあそれでも十分ね、弱くはないのでっていう感じですかね。はい。で、突破していきます。で、次が、アバロン、中ボスアバロン3体のバトル5ですね。はい。で、ここもね、できれば初手で上の2体を倒しときたいので、入りに行きたいんですが、抜けちゃうという感じで、まあちょっとね、角度がね、悪かったですよね。もうちょっと角度をつけて、2反射で入るか、まあ直で入ったら多分抜けそうな角度やったんで、まあ難しい位置ではあったんですけど、まあ普通に右から行った方が無難やったかなっていう場面でもありましたね。で、この辺から、まあ、ちょっとね、SS 打つことも視野に入れてかないかなーっていう感じで、これもね、迷ったんですけど、まあ、真ん中の2体をね、やりたい。プラス、本体がそこに出てくれてるので、まあ、本体にダメージ与えるためにも、まあ、打っとこうという感じで打ちました。まあ、一発目に打ったやつももう1段階溜まってますし、あと1周でね、二段階目溜まりますし、二発目撃ったやつに関しても、あと一周で一段階目が溜まるという状況なので、まあ、下手にね、SS 溜めたりとか、ぐだる必要はないかなという感じで抜けていこうという感じでした。タイミング良かったですよね。状況とかね。で、ここもね、右行くか左行くかめっちゃ迷ったんですけど、どうせね、ワープが出て直では入りに行けないので、まあ、とりあえずね、入りやすかった、個人的に入りやすかった左の方をワンセット破壊しておきました。で、この後、あとはもうほんまにね、どこで SS を打つかっていうのが結構肝になってくると思うんですけども、まあ、打たないと突破はできないと思いますね。ただまあ、マックス4発大号令が打てるっていうことを考えると、やっぱり尋常じゃなくて強いと思いますし、まあ横にさえ入らなければね、ダメも全員ね、ちゃんと水属性なんで、そこまでね、いきなり死ぬようなことはないですから、ちゃんとだけハードだけ取るようにしておけば、まあまあなんとかなるかなと。で、ここもね、打とうかな、いや、やめようかな、という感じですね。まあ、まだ防御アップが残ってるんでね。まあ、打ったらもったいないかな、というところでした。で、ここもね、普通によ、多分ワープ乗ってないんで、ギリギリ。
真横間で両方倒すっていう手もあったんですけど、ワープに入ってもたりとか入れ番倒しきれないが一番最悪なんで、まあ、最低でもギャラクシーをやりたいっていうので SS を打ちました。で、できればドナテルドも倒したかったんですけど、まあ倒しきれなかったんで、その辺もしょうがないですね。で、まあ弱点位置が上に行っちゃってるんで、まあボスにダメージ入らないんですけど、元気のドナテルドを倒さないと、まずいですよ、ということで、今のね、左のワープの上に乗ったキャラを、まあずらす目的で今のは打ってます。倒しきるのはまあ無理やと思ったんで、まあずらせたらいいかなという感じで打ちました。で、この弱点入場が入ると今みたいに、ぐっと、行くという感じですね。で、ここは次、ホーミングでまあ耐えれるんで、大回とはいえね。なんで、とりあえず確実にさっきずらしたあのブックスで下の方を倒していきます。で、まあできればね、倒しつつ金波取りたかったんで、暴れ気味に打ち直す。別に翼間でもよかったんですけど、ワンチャン金波どっかで取れへんかなー。まあ取れないですよね、という感じで。まあでも配置はそこまで悪くない。まあ一体下にいるのも結構いいので、まあここでね、確実に、ワンセットをまあ壊しに行きましょうという感じで、まあこっち優先ですね。下レーザーがかなり痛いんで、下のノブックスが2本食らっちゃうんですね。しっかり1点目で倒さないと。で、配置的にもね、この後、こっちやったらいけるんですけど、上の方を壊そうと思ったらワープがあるんで、ワープ入っちゃうんで、まあ倒し順としてはそういう倒し順が理想的ですね。で、まあこの辺はもうワープ運が絡んでくるので、まあ、とにかくね、痛いダメージを受けない配置が取れればいいかなという感じです。まあ、お祈りの部分までどうしても出てくると思うんですけど。で、この辺も結局ワープーンで、まあ、うまいことどっちかから出てくれば入るかなぐらいの角度をなんとなくで打ってる感じですね。で、まあ、大号令はとにかくどっかでなんとあかんのって、とりあえずここで打っていきます。で、まあ、確実に、バイクマンをやりに行ってもよかったんですけど、まあそんなことより、ノブックスが下に固まってるっていうこともあって、まあ普通にボスにダメージ与えに行った方がいいかなという感じで、普通にボスにダメージ与える打ち方をしました。で、ここもワープ乗ってたんで、まあ弱点しばきたかったんですけど、無理なんで、まあ友情プラス、まあ一発でも二発でもしばけたら倒せるかなっていう感じで行ったら、うまくね、倒せたんで、無事突破しております。で、大号令2段階目溜まってるやつからのスタートは非常にラッキーですよね。本体も自由に暴れ回れると、4体分暴れ回れるんで、まあ、レギオンを倒し切りたい目的で撃ったら、ちょうどね、倒しきれたので、まあもうこうなったら勝ち確みたいなもんですよね。大号令があとこの状況だったら2発撃てる。で、2段階目が1発、1段階目が1発撃てるという状況になってますので、まあ、負ける要素はないですよね。と言いながらも、まあ、結局ね、レギオンじゃねえや、ドナテッドをね、倒し損ねると、きついはきついんで、なんとかね、倒しときたいんですよね、ここで。じゃないと、上の奴らを倒しに行こうと、まあ、かなりきついので、これで、なんとか倒してください。よ、と。いう感じで倒し切りました。ホーミング受けます。防御アップ解けました。次のホーミングまで4ターン、横レーザーまで5ターン。まあ、それまでに大号令の2段階目と、1段階目が1発ずついけるということで、もう勝ったな、という感じで、まずはね、この1段階目の方を打っていきます。で、アバラの攻撃きません。で、普通にノブックス適当に弾いて、まあ、少しでもダメージを与えていく。プラス、横に入らないように、もう、ワープいちゃいたんですね。変なとこ止まると、最悪倒せなかったようなことがあるので、と言いながら結局ここでも動かすんで、まあまあ、斜めに打ってもよかったらよかったんですけど。はい。で、最後ね、2段階のダイブで打って、クリアしましょうという感じでございました。まあね、勝手に生出してかどうかちょっとわかんないですけどね、ペンペンさんとか、M4 のね、ペンペンさんとかが、あれ。ベートーベン重心艦隊とかでもクリアされてるので、それに比べるとね、全然僕がやってることは大したことないと思うんですけど、まあワープなしのキャラでも、やっぱノブックスは強すぎて、もう大号令が強すぎて、友情が強すぎて、捨ても高くてという感じで、非常に優秀で、アバロンぐらいだとまあ十分倒しきれるという感じでございました。で、これ玉露のやつでもこのままね、クリアしちゃったんでね、それ玉露の演出入るんですけど、最後ね、一応、身の方だけ紹介して終わっておきたいと思います。身がね、ある程度完成したんでね、次こそマグメルをこれでやりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ぜひ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは。